佐藤勝利27、菊池風馬29、松島荘26による START 用車のアイドルグループ、タイムルズツ、元セクシーゾーンの新メンバーオーディション番組、タイムルズツプロジェクトオーディション、タイプロがネットフリックス、ネットフリーで配信中だ。9月13日に、エピソード01が、同27日には、エピソード02が配信された。 ネットフリではいずれもオリジナルシリーズの「地面師たち、極悪女王」が大人気作品となっているが「タイプロ」は今日のテレビ番組トップ10や週刊ランキングでトップ5入りする人気コンテンツとなっている「ロケつまみ、すごい」ロケの合間に坂道系女優と楽しそうに話していた菊池風磨「セクシーゾーンは中心メンバーだった中島健人30が3月いっぱいで卒業しました その翌日の4月1日、小ジャニー北川氏の性加害問題を受けて、グループ名をタイムルずつに改名し、新メンバーのオーディションを一般公募で開催すると発表。グループメンバーをオーディションで決めるというのは前代未聞の話だったために、ファンの間では賛否が分かれました。しかし動画が人気なのは、ファンの関心が高い証拠でしょう。芸能記者、これまでの放送会では、 応募者1万9822人の中から選ばれた約350人とメンバーが直接対面。セクシーゾーン時代にバックダンサーを務めたこともあるという元ジュニア旧ジャニーズジュニア地方のテレビ局のアナウンサーら17歳から29歳までの36人が二次審査を通過し三次審査に進んだ。エピソード02でオーディションへの思いを聞かれた菊池は、 これが今までやってきた活動の集大成だと思っていて、ここで出会った仲間たちとアイドル人生のラストを歩むつもりなんで、それぐらい大きいことですよね、と語り、佐藤は五大ドームとか国立とか、それぐらいの規模の夢を掲げられるのは自分の現在地も関わってくると思うので、そういう意味ではこれが最後の挑戦になるかなと思います。と熱い眼差しで語っていた。 彼らの中でもこのオーディションにかける気持ちは生半可なものではないようだ。日本ではニジプロ、ニチプが人気だったが、のです。レコード会社関係者、まずはタイムルズツの新メンバーに、どんな逸材が何人選ばれるかが注目される。フライデーデジタルでは、皆様からの情報提供、垂れ込みをお待ちしています。下記の情報提供フォームまたは公式 X まで情報をお寄せください。